デッキの上と同じような張り方張ってまいります。お客さんやろうと思えばできちゃうわけです。次は自分がやってみようと挑戦ができるようなデザインになってます。ウッドデッキとメカ化しないですよ。作業場としてガーデニングの楽しい空間として衣装を作ったんです。お客様の、ね、生活をそれから状況が変わることによってそれに合った形で変えていく。10年前のお庭をどうなったかご案内したと思いますけど、新たにちょっとプラスアルファリメイクをしていくということを、生垣のきれいに整えて剪定するの大変な、ちょっと同じような目隠しレンズを囲いたいと。こちらの方も希望がありまして、カーテンの種類が多いんでこの空間をデッキにします。できるだけお客さんの方はフェンスと同じ形、同じでやってくれっつうんで、まあ柱をこの上に取り付けるっつう形の方法を取りたいと思っています。フェンスの目隠しフェンスの柱を立てたんで、まあ、あとお客さんが今ちょっと長めに立ってたんですけど見てもらいまして、高さを決めてもらうという形で一応柱を立て、そこから一応目隠しフェンスで前とデッキの上と同じような張り方で全部張ってまいります。はい、まずはこの両面交互張りのフェンスをよくガーデンリメイクでもやってますけど、何か理由ってあるんですか？いや、やっぱり今強風で目隠ししたいのと、それでだけど面にしちゃうと風で強風で倒れちゃうし、今の風だったら、まあこれで交互だっつうと目隠しはないし風も通りもいい。で、まあ、まず最初の第一はこれってお客さんやろうと思えばできちゃうわけです。補修とかちょっと付け足しというのは、平板と角材を買えば交互に打っていけばできてしまうと。それで補修もしやすいし、また新たなところは自分でも本当に板張るよ。で、結構植物なんかも絡ませるにおいても結構いろいろと絡みがつきやすいし、縦だとこう天場が柄が設けられるという形でできますから、結構有効的かなと思うんですけど、和洋折衷ちょっとどちらでも、これがブラウンでずっとやると結構和の中でも合いますし、万能的なものだと思います。はい、まあ、我々いつもそうなんですけども、我々が作ったデザインがお客さんでもできる難しくない形のもののデザインが多いんで、次は自分がやってみようと
挑戦ができるようなデザインになってます。はい、自然石の縁、これをちょっと性能をして一応こっちはそれでシェアがいつ形になります。今までもうそこで花壇として楽しんでいただいたので同じような形でやっていきます。金井さんと働いてみてどうですか？あ、もう空気感が知れてすごいためになりますやっぱり一番働いてみるとよくわかるのですごい勉強になります。どんな風に作るかもそうなんですけど、どんなとこには気を使うのかなとかそういうのは一緒に時間を過ごすと見えてくるところなので、見えないところにいるんですけど同じ現場にいれるってことはすごい貴重だなと思います。ですね、ベースはだいたい出来上がりましたので、今度こっちのウッドデッキとそれとあと正面に目隠しレンズを一応作ります。ウッドデッキはこの台所からで入り、この高さで、でこの辺ぐらいまで来まして、ここから階段、やはり500近くあるので、2段以上作りたいと思います。で、作った段階でまた新規の物置を載せたいと思っております。であとこの階段作ります。この階段はちょっと加工して取り外しができるような形で、なぜかと言いますと薄いマスと薄いマスがあるんで、まあ点検するときにちょっと取れるような感じで、完成です。
以上こいで完成しました。はい、今までちょっとやっぱり金目でどうしても庭の面積、最近やっぱりその植木の生け垣とかをフェンスにするっていうのも多いですね。結構やっぱり緑化的な景観的な問題でやっぱり生け垣を進めてきましたけども、やはり植物を管理していくっていうのがなかなか、まあ、プロに頼むっていうよりも自分たちで管理するのもちょっとなかなか大変になってきてるんですが、実情です。でましてや内側ができても外側がやはりこんだけ道路の段差があった時の生け垣で高いと脚立を持ってこう作業するのがやっぱし、まあ、危ない、まあ、専門業者に、ね、依頼するならできますけども、ですからその部分においてはやっぱり抜いて直すっていうのが多いですね。手入れが大変っていうのとやっぱり太くなればなるほどまた暴れてきちゃうっていうのもありますし、これ額縁は以前ついてたやつですか。そうです、それを外してちょっとまだまだ落ちますからポイントとして記念として一応つけてあります。以前のデッキとフェンスとかとデザインを揃えたんですか。そうですね、こちらの、まあ、色がちょっと違うっていうのはもう何回もこちらの方は毎年色を塗ってますから、ちょっと同じオイルステンを使っても新しいのとこんだけやっぱり違ってくる。自然木ですからもう塗れば塗るほど持ちます。はい、塗るのは防腐剤入りの塗料がいい。塗料が一番いいですね、まあ、木の呼吸ができますから毎年塗られたものはいいかと思います。結構ここまでやっぱし出てましたから全体的に広くなった感じがあります。はい、こちらの方を一応向かって口からストレートで出られるような高さにして、ここに排水関係があるんでこれは手でこう取れる、いつでも管理できるように外せる移動できる形で一応階段にしました。やっぱりお客様がここでちょっと罠の植え替えとか作業場として結構したいという考えましたので、一応余った材料でちょっとテーブルをあったやつで角材がちょうど切ったやつとか一応作りました。ここはもうこの高さ下の高さでどうしてもね、ここにちょっと降りるあったんで、やっぱり目的はおばさんがお入れになってて、でおばさんがやっぱり罠が好きで、まあ、作業的にも勝手口が出てすぐできる罠の植え替え、おばさんがもうここから、まあなんかね、階段2段ぐらいで降りてた部分でしゃがんで作業したのも、まあ、そういう中腰しなくても植え替えですぐ上げて物置でいろいろ園芸関係の材料をつかんでここで作業ができるという空間に一応させていただきました。だから憩いの空間、デッキじゃない、デッキは憩いの今の方にあるんですけど、ここは作業場としてガーデニングの楽しみ一つの作業の空間として一応作ったんです。はい、非常に使い勝手がいい空間になったと思うんですけど、以上こちらの方はこれで完了しました。はい、やっぱり10年前は結構緑生け垣がパシッとなってたんですけど、生育が不調になってきた部分もありましたもんで、まあ、10年目にしてこちらの方をなんかリフォームいたしました。はい、
そのお客様の、ね、生活それから状況が変わることによってやっぱりそれに合った形で変えていく。あの庭自体はそれを作ったらそれを、まあ、今までのね日本庭園内で作ったら維持管理その作った状態を維持していくっつ、まあ、一般住宅の庭においてはそれは環境に応じた形で変えていけばいいんであって、まあ、その状況に応じた形でちょっと変化させたものは生活しやすいのかなと思います。はい、とですね、今私どもので、カナイスタイルラボという講習を受講しておりまして、その生徒さんである白坂さんが私の考えを直に見ていただければなと思いまして来てもらって一緒にやってました。やった現場です。だからこれから生徒受講されるね、今されている方もその場所に近いところでは現場で一応実質体験という形でやってもらいたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。で今回はこれで以上終了として以上でございます。はい、お疲れ様でした。いや、次回もよろしくお願いいたします。どうも金井さん、どうも全員来るなんですよ。